皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。ということで、今回はいよいよやってまいりました、4玉年間チャンピオン決定戦に出場してまいりました。あれ、しろっこ4玉で優勝してないんじゃないのって思う方いるかもしれませんが、一応ですね、3位まで入賞していれば出場が可能です。そしてね、出場資格は4玉グランプリのみとなっておりまして、草レース等でのね、優勝そしてね、入賞はカウントされません。ということでですね、ラッコさんも出場ができなかったということで、今回はシロッコ単身でね、挑んできました。シロッコのですね、4玉での戦績は去年3位そして準優勝と2回入賞がありまして、その中でもですね、順位の高かった方が反映されるということで、今回は準優勝枠で出場しております。はい、ということで早速コースの紹介に参るんですけども、パッと見た感じ海地チャレンジになっておりますが、同じように見えて全然違います。まずは奥のドラゴンバック、こちらが変更されておりまして、飛距離は変わってないんですが、チャレンジの場合はね、トントンって下るような感じになってたんですが、今回は2段下りになっております。なのでブレーキのかけ具合がね、非常に難しくなってますね。ここは止めて走るというよりは飛び越えることを必須で考えた方がいいのかもしれません。そしてそのままそのジャンプを飛び越えて、あとレーンチェンジを越えて奥のドラゴンバックのはずが、デニスさん提供の 1P ドラゴンバックになっております。このままノンブレーキで突っ込むような感じになりますね。ワンピースドラゴンバック、通常のドラゴンバックと違いまして、3レーンでね、バンクスルーの形のブレーキであればブレーキをすりません。ですのでそのままノンブレで突っ込んでいくことになります。ということでですね、ここをすらせるためにはバンクを捨てなければならないということで、ここをすらせるかすらせないか、姿勢で入れるのかブレーキで入れるのかっていうところでもセッティングですね、大きく変わってくるのではないかなと思います。そして今年ですね、皆さんと一緒に目標として立てました完走率 70% を目指すと言っていたんですが、現在2つの大会に出場しておりまして、全部で9回走っております。でその中でも完走が2回ということで、なんと現在の完走率 20% ちょっとしかございませんということでですね、やはり、速度超過が原因だと思われますので、今回からというか今年から 70% を目指していくということですので、今回はね、完走重視で戦ってまいりました。なんとかね、完走率の高いギリギリのラインでね、戦っていければなと思っておりますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。そして当日はですね、入賞者しか、4玉にね、入場できないようになっております。当日はですね、入賞した選手と、お手伝いさんのみの入場でね、行われておりまして、全13名ですね、来られなかった方もいるんですけれども、全13名で総当たり戦をやりました。そしてね、上から9名までは優勝した方ですので、ポイントが最初から9ポイント所持している状態でスタートします。優勝者は9ポイント所持した状態で、準優勝のシロッコとネコイさんは3ポイントで、そして3位入賞の方、テツさんとゴッティさんは0ポイントスタートをいたします。ということでですね、シロッコは準優勝で3ポイント持ってますんで、すでに6ポイントの差が生まれている状態で、少しずつこれをひっくり返していかなきゃいけないということになります。勝利が3ポイント、そして完走が1ポイントで、未完走が0ポイントということで、これはね、もう完走を狙っていくしかない。完走さえしていれば黙っていても12ポイント入ることになりますので、一つでもね、順位を高くして、その後に控えるこちら下克上システムトーナメントになっております。ポイントの高い人から順に上からこう降りてくる感じですね。正直一つ順位上げるだけでもきつい、6点ひっくり返さなきゃいけないので、それでもなんとかね、検討できるように頑張っていきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、ということで第1回戦はボブさんですね。さあ、なんとか完走したい。1回目から完走すればね、ある程度景気がいいですので、スタートして、先にスタートしたのはシロッコですが、どんどん減速していってるぞ。これはこの音を聞いてください、バリバリ言っております。たけちゃんさんからも笑われておりますが、置いた瞬間にピニオンがですね、これあと確認した3本ぐらい行っちゃってましたね。さあ、ただこれでね、速度は落ちてますんで、完走は硬いかなと思います。そしてここでね、サテライトチャンピオンのボブさんコースアウトしてしまいまして、シロッコがおこぼれ勝利と。ありがとうございます。今自分で言ってて気づいたんだけど、おこぼれ勝利っていうのめちゃめちゃ久しぶりだよね。だから自分がいかにオーバーペースで走ってたかよくわかりますね。スタートして先頭走ってるのは猫井さん、シロッコが奥の 1P ドラゴンでコースアウトしてしまいました。さあ、ここで残った猫井さんがしっかりと完走を決めれば、おっと危ない、3ポイント獲得になりますが、
さあ早速ねシロッコもコースアウトを出してしまいまして完走率上げることができるのかってところですが、おめでとうございます。さあ久々に総帥さんとの直接対決になっておりますが、先ほどねコースアウトしてしまったんで、ここはねなんとか完走したいなと思いまして、ブレーキをねちょっと強くしました。スタートして平面は横並び、ブレーキで総帥さんが前に出ます。で横並びになって平面で追いついてという感じでしょうか。さあここでなんとか今耐えて2人ともバタつきましたが、大きくロスしたのは総帥さんですね。さあ最終ラップシロッコ決めることができればシロッコの勝利ですね。ありがとうございます。さあ続きまして、一番戦いたくない男チャラファイア選手対シロッコですね。もう一度完走することができればなんですが、現在横並び着地後シロッコが抜いた後ですね、これ多分同時進入だったと思うんだよな。チャラファイアさんがまさかのコースアウトしてしまいまして、さあ残ったシロッコが完走すればという感じですが、どうでしょうか。さあファイナルラップ、さあレーンチェンジ超えてドラゴンバック入って2枚着地もしっかり決めてそのままゴールと。ありがとうございます。さあ続きましては熊五郎さん VS シロッコの戦いですね。さあ順調に完走してますんでそのまま完走を続けたい。さあ先行するのはシロッコ、後ろから熊五郎さんが追いかけます。さあ未だ先行はシロッコ。この展開はねなんか最近よくレースで見るんですけど、なんか徐々にやっぱペース上がってきてますよね。これはね俺は本当に良くないなと思った試合でした。ペースが上がってます完全に。でここで引っかかって最終的に抜かれてギリギリで完走といったような感じでしょうか。おそらくここなんですよね。ここをどんだけ抑えきれるかどうかで多分大会の完走率変わってくるのかなと思います。さあ4玉の裏番長ゴッティさんとのレースになります。スタート。スタートして最初に飛び出したのはシロッコ、後ろからゴッティさんですね。横並びでバンクに入ってコースアウトしたのはゴッティさん、そして先行するシロッコがそのまま2周目に入って、飛距離がねさっきと全然変わってると思います。ブレーキを強くしたんですが、これがですね完全にあだになって下りで前が当たってしまいまして前転してコースアウトということで、さあこれを大会中にやってしまうと大変だぞ。大会始まる前の練習走行以外一切練習走行がありませんので、またここでですね前が詰まってしまいます。ちょっとね電圧を上げればいけるかなと思ったんですけど、まあ、しっかりブレーキが効きすぎているようで、ここをねやっぱり調整していかなきゃいけないなという、本番中にねそれをやらなきゃいけなくなってしまう状況に追い込んだこと自体がまあちょっと NG だったのかなと思いますが、ケースタイさんおめでとうございます。さあ幸せいっぱいハッピーターンシュリンプ君との戦いですね。スタート。スタートして最初に飛び出したのはシロッコですが、ブレーキでシュリンプ君の方が全然ギリギリまでしっかりと飛べてますね。これをねやっちゃうとだんだんと詰められてしまいますが、どうでしょうか。さあ詰められているがインアウトの差で最終的にさあ並んだかのように見えましたが、 LC でもう一度引き離してなんとか勝利と。ありがとうございます。続きまして牛久のヒロさん VS シロッコですね。スタート。スタートしてどうだ、最初に飛び出したのはシロッコですね。さあシロッコ、ヒロさんがコースアウトしてしまってシロッコは引っかかっているということで、またねここでまたシロッコやっちゃってますよね。これねだんだん平面速度上げてきちゃってる。ここでねもう一度確か冷静に考え直したんだよな、これまたやっちゃってんなって自分で気づいたので。さあ続きましてカメさんとの勝負ですね。スタート。スタートして最初に飛び出したのはこれはカメさんかな。カメさんが最初に飛び出してバタついてしまいまして、その隙にシロッコが逃げる展開。さあ平面はカメさんの方が出てますね。ここでシロッコがなんかひっくり返っちゃって、まあ、ちょっとよく分かりませんでしたが着地でしょうかね、着地でおそらくひっくり返ってしまったのかなと思います。でカメさんもコースアウトしてお互い0ポイントと。さあもう終盤に差し掛かってきましたが、誰と戦っても強豪です。ヒロムさんとの勝負ですね。さあ平面横並びでジャンプに入って最初に飛び出したのはヒロムさんですが、着地と加速でシロッコがなんとかひっついていってる感じ。2周目も同じような展開でヒロムさんが若干前に出ますが、着地と加速でシロッコが前に出る感じ。
さあ完全に横並びの状態、さあヒロムさんがレーンチェンジを超えて、その隙にシロッコがちょっと前でゴールと。ありがとうございます。さあ総当たり戦最終レース、更新パパさん対シロッコのレースになります。佐藤スタートして最初に飛び出したの更新パパさんが、これはかなり速度を出してギリギリを狙って、さあかなり速度を出している更新パパさん、これ完走はついていけないな、ついていけない速度で更新パパさんがぶっ飛ばしてる。さあそのままファイナルラップに入って、更新パパさんがレーンチェンジも超えて、さあぶっちぎりでゴールと。おめでとうございます。はい、ということでね、なんとか順位を一つだけ上げることができました。状態でね、下克上レースをやっていきたいなと思います。それでは下克上レースご覧ください、どうぞ。さあ続きまして、総帥さんとのレースですね。佐藤スタートして最初に飛び出したのはこれ総帥さんですね。総帥さんがこれは狙ってきてます。さあ白子もこのままなんとか完走したいが、さあ総帥さんがしっかりねブレーキも抜いてギリギリまでしっかり飛ばしてきてます。さあファイナルラップ、これは総帥さん完全優勢で試合が運んで完敗ということで、白子の年間チャンピオン戦はこちらで終了という形になります。さあ4玉の最速を決める戦い、更新パパ選手対シュリンプ君、さあこちらで勝ってた方が4玉最速でございます。スタート、スタートして横並びの状態で、ここでシュリンプくんがコースアウトしてしまいます。さあ残ったのは更新パパさん、先ほどと同じようなペースで走っておりますがどうでしょうか。さあそのままファイナルラップ、更新パパさん決めることができれば4玉年間チャンピオンに輝くことができます。おめでとうございます。更新パパ選手の優勝ですね。はい、ということで見事優勝されたのが更新パパさん、準優勝がシュリンプ君、そして3位にチャラファイヤさんと。やっぱ緑軍団の入賞率やべえな、前回のジョイフルもそうですし、もうここ最近のね勢いが止まりませんね。今年はなんとかねこの緑の会の方たちといい勝負ができるように努力したいなと思っております。そうしましてね、今回かなり意識して完走を狙っていったんですが、それでも 70% には届きませんでした。 70% ってめっちゃ難しいね。ここをなんとかね完走率をすごい高めていけるように、そしてね強い人たちは完走率も高くてベースタイムも非常に高いです。ですんで完走率を高めながらベースタイムも上げていければなと思っております。今年も頑張ってね4玉の年チャン戦に出られるように努力したいなと思いますんで、今年のね大会出場の動画もぜひ楽しみにしておいてください。チケ戦もねそろそろ始まりまして、もう少したら多分回り出すと思いますんで、会場で会った際はねぜひ声をかけていただければなと思います。この動画面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。